そいつがね、持ってましたよ。で、人前でわざわざね、いやいや、今日僕が出しますよって、わざと見せるようにね、出すんだけどさ、結局金なんかねえんだよ、そいつ。ね、見えだけあってね、いう人なんですよ。まあ、他にもね、いるんだろうけど、あとほら、ね、飛行機なんかでもさ、僕なんかも、ね、ファーストは乗らないけど、ビジネスはね、乗ることあるんだけども、こう周り見てるとさ、やっぱりね、会社の役員とか、ね、その経費で使える人だよな。で、それが、ね、実はそのね、皆さん、金持ってる人がそこに乗ってると思うじゃない？だから結構マイレージで乗ってるやついるんだよな。だから、まあ、なんていうかな、人は見かけによらないっていうかね、まあこういうデータを見た中ではね、やっぱりこの、すべてがこれ正しいとは思わないの、っていうことなんですよ。で、まあ今日もね、これから個別相談があるんだけども、要するに、僕のところになんとなくこう、ね、わざわざ遠くからね、お見えになって、個別相談を受けたいっていう人は、やっぱりさ、まあ当然だけども、不動産に関することだよね。で、もう一つは当然だけど、今あるキャッシュとか、相続財産とかを、ね、なるべくリスクを低く、ね、しておきたい。だから、例えば、まあ、今日の方は、ちょっとね、下の方だ からいらっしゃるしね、まあ、この間福岡からわざわざいらっしゃったり、いろんな方が来るんだけども、やっぱりさ、地元の、なんか、こう、価格を見ると、やっぱり不安だよねっていう人が多いんですよ。で、やっぱり不安だから、首都圏に投資をしたいっていう話になるから、結局首都圏で不動産を買うにはどうしたらいいんだろうとか、ね、首都圏で、じゃあ、いわゆる投資をした場合ね、管理はどうしたらいいんだろうとか、あともう一つはね、今、まあ、僕なんかの中ではちょっと流行ってるのは、要するに、法人ごとね、こっちで、管理させてもらっちゃう感じ。どうしました？社長はその人だし、当然お金の流れっていうのはね、要するに、経理の中で動くわけだけども、まあ、そういう経理関係も含めて、全部ね、任せていただくっていうことも、できていて、で、今回はね、この本社ビルっていうのは、まあ、そういう経理機能、とか本社機能ね、充実して、いるわけで、まあ、今後ね、まあ、この中で、どんどんね、広げていこうということで。で、まあ、この間もね、わざわざ市長が、ご挨拶に来てね、で、ね、すごいですね、なんて話になったけど、で、例えばだよ、今のね、僕たちの付き合ってる富裕層の人って、どこに住んでてもいい人たちですよ。だから、ね、家賃をもらってる人たちだから、別にそこでね、管理ができて、家賃が、しっかりと、ね、収入されて、経理の中から、今度役員報酬を取ってっていうね、自動的な仕組みができてるから、で、別にどこに住んでてもいいんですよ。極端なことを言ったらね、旅行をずっと続けてもいいわけじゃない？っていうような人たちなわけだから、ね、三浦市に住んでもいいわけですよ。っていうことを今言っていて、で、今、ね、うちの自宅の裏のあたりで、今660坪と134坪。で、今度は、超富裕層向けっていうかね、全部で400坪くらいの土地をね、仕入れたんで、これをね、1個でドンと買う人は ね、それで、ね、この辺はね、湘南と違ってさ、ちょっとやぼったいかもしれないけども、要するに、今のね、その鎌倉とか、ね、そのあたりっていうのはもうほとんどインバウンドでね、なんとかな、街が荒らされちゃった感じかな。だから生活はね、しにくいと思うんですよ。で、この辺はね、生活しやすいわけじゃん。で、美味しいものもいっぱいあるし、まあ、交通の便もね、車さえあれば、十分だし、あと、東京なんかでもね、うちの、銀座のね、本社、行くにしたって、車で、ね、1時間ちょっとですよ。で、京急でね、品川まで1時間10分ちょっとだから、意外にそんなにね、遠いとこじゃないんですよ。で、さらに、まあね、買い物とかも別に不便はないし、ということで考えると、生活はしやすいよね、と。であれば、あとね、
地盤が、要するに硬いの、この辺は。だから、多少の地震があってもね、倒れることはないんですよ。だから、そういう面でも、要するにまず、ね、安全な町であるし、あとは電磁波がないから、東京みたいにね、健康にもそんなにね、悪くないし。だそういうね、その、どこに住んでもいい人たちを、ね、有料な環境を作ってあげて、でそこに、要するに、住んでもらえば、そこにね、今度は個人も、法人も、税金が落ちるわけじゃないですか。だからね、今後のね、いわゆる、今ね、日本全国で、地域再生事業っていうのをね、やってるけども、それによってさ、結果的に、要するに、土地にね、価値ができるかできないかなんですよ。でね、一般の人って、あんまり土地の価値って気にしてないけれども、海外行ったらね、やっぱりさ、自分の資産は自分で守るっていう意識が高いから、例えば、学校の PTA とかね、そういうところには不動産業者さんが入ってるし、あとは、学校に対してもね、要するに、いろんなアイデアをね、伝えたりね、あと商業施設作ったりね、まあ、とにかくいろんな形で、地域の人たちが地域をね、作り上げるっていうね、思想が強いんですよ、海外の場合ね。だからまあぜひ、そういう面でもね、これから、富裕層向けの人たちにね、わざわざね、こちらに来ていただいている理由っていうのは、やっぱり、いいよね、この街はねって、みんな言ってくれるんですよ。で、美味しいもの食べて帰って、美味しいもの飲んでね、帰ると、また来ますって本当に来るわけ。で、ね、今、三崎塾っていうね、宿泊施設もあって、そこにはね、リピーターでね、泊まってくれて、で、何度か来てるうちに、まあ、この間も、あれどこの人だ、東京の人かな、ね、具体的に、ちょっと先生、別荘なんかさ、ね、持ってる土地の中で、買えるのがあったら言ってよ、みたいな。で、それもあるしね、まあ、今度は回る方がね、そのアメ車5台ぐらい持ってまして、で、置くとこがなくて、ね、で、人に預けてるから、まあ、こっちで、家建てたいなんてことで、とりあえずね、行ったくし、それで、話まとまりまして、今、詰めてる最中ですよ。もうドライブとかそういうのもね、この辺は最高に、楽しい街だし、ね、釣りとかもね、楽しめるし、とにかく海のね、レジャー、マリンレジャーだね、あと陸のレジャーも楽しめる。まあ、なんか僕から一緒見たらね、パラダイスみたいな街なんですよ。まあだからね、まあここでね、富裕層向けの、事業をね、初めて皆さんがね、わざわざ遠くから見えて、ね、今日も関西からね、見えるわけだけども、まあそういう中でね、一つ一つ、コツコツと、ね、よかったら、引っ越してくればいいじゃん、みたいなことを呼びかけしてですね、徐々にね、こちらの価値をね、高めておこうなんていうふうに考えてるわけです。ということで、今日はね、初めてのこのカメラ、いかがですかね、しっかり映ってれば、ね、いいんですけども、なんか、また、問題があれば、またカメラ買い替えなきゃダメかなっていうね、ともなんですけど、まあよかったらね、ぜひ、福岡のね、今度の、セミナー、8月7日ですね、午後1時からかな、この下の方に貼っときますから、まあよかったらね、ぜひ、お時間取れるときは無料ですしね、さらにね、ご丁寧に僕のね、新刊のね、普通の人が億万長者になれる方法っていう本も、なんか、ついてるらしいですよ。ね、大盤振る舞いだよね。普通だったらね、参加費1万円以上取るんだけどさ、まあ、今回無料の上にね、本が出るわけだから、まあよかったらね、ぜひ、参加していただければいいんじゃないかなと思います。早もん勝ちなんで、ね、なるべく早くお申し込みいただければいいんじゃないかなと思います。それではまた。